離脱しない方がいいかも。離脱するべきだと思います。どっちでもいい。残留テスティシモテ。なんでいいじゃん。1人ずつにしましょうか。それ2人ずつのどっちがいいですか。もう2人いってんでいいじゃん。ちょっと喋ればいいだけだよ。分かんないって。いやいいじゃねえよ。でも離脱してもいいと思う。それもそれなりにもう結構だって知名度も上がって指原がね、さくらちゃんもいるし。OK です。全然福岡の人間じゃないですけど、いいですか。あ、全然大丈夫ですか、ね、どっから来る。千葉から来ます。残留した方がいいんじゃないかなとは思いますね。 HKT だけこう別になっちゃうと力が弱まっちゃうんじゃないかなってイメージはあります。そのコーティングループしてとしてやっぱやってきてるから、その離脱したら、そのそこまであれしてってんならもうやればええやん。まあいいっすよ。大丈夫か。ありがとうございます。いや AKB があっての HKT と思っておけん。それはちょっとね、頑張ってほしいやん。そこで AKB の仲間として。一人立ちせないかんじゃないと。離脱すべきだと思います。残留でやっぱ残っててほしいですね。まあ僕はマイク申しなんでどうでもいいです。はい。すごい。ダメかいで。ハルピ。俺はさくらとかナコとか、もうラブタンも好きだし、ナコミクと。そしたら選挙とかにも出れなくなるんですか。やめないです。驚いてます。離脱をしたら戻らないですかね。やります。ちょっと。いや、イギリスの EU 離脱は絶対ダメだと思いますよ、あれは。若い人たちはまだ残留したそうだよね。あの人って何歳、サッシー何歳、わかんない。博多天神を拠点にしているアイドルグループがいるんですけど、知ってますか。あ、国章シャオリとか。AKB っていう大きい、一番その48グループで考えたら、かつてならば前田敦子とかだでしょうかね。今いますよね。なんか2系なんで2人とも。なんか詳しくない。まあ詳しくない。デメリット、デメリット、デメリットどっちもあると思うんですけど、まあ、もしデメリットの方が多かったらやめてもいいだろうし、まあ、メリットの方がいいんだ、大きいんだったら、まあ別にそれでもいいかなって思います。はい。HKT48 ってご存知ですか。いや、わかんないです。経営非常に大きいことだと思いますよ。もう体制やら何やらも変わりますし、やっぱり一番大きいのって何と言っても、ちょっとまあぶっちゃけた話になってしまうんですけど、お金の流れが。せーの。あとやれ、マジで。HKT って言うとしても頑張ってね。頑張ってくる。頑張ってね。頑張ってる。ライブが楽しい。みんな可愛い。食べ物が美味しい。それが魅力だと。指原さんがこんだけ強烈なリーダーシップを持っているからこそ、指原さんがリーダーとして離脱して独自の路線を走っていけばいいんじゃないかなと僕は思うんですけど。そうですね。C'est toujours très bien et vous faites beaucoup d'efforts, c'est vraiment admirable et vous êtes lancé et vous allez tout défoncer. Well, I hope you don't make the same mistakes that my country did and do your best while staying inside the 48 group.
立つか三流か、今世論は真っ二つに分かれています。不一致があれば私たちは調和をもたらしたい。疑問があれば私たちは信頼をもたらしたい。誤りがあれば私たちは真実をもたらしたい。絶望があれば私たちは希望をもたらしたい。今日の国民投票は HKT48 がより楽しく、より豊かに、より強靭になるために行うものです。皆さん、 HKT48 の未来を決める勇気ありますか？私たちについてきてくれますか？まずは離脱派メンバー。今の HKT48 には自分たちだけで歩く力がある。離脱するべきです。残留派メンバー。大きな目標のために守るべきものは守る。残留するべきです。離脱、残留、どちらがいいのか、 HKT48 の未来を今声なき民衆に問いたいと思う。溢れた交差点をどこへ行く。似たような服を着て、似たような表情で、群れの中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。行く人が振り返り、鉄を満たすなと。Shake, shake, 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 shake,
3、2、1。
かやってましたけど、そうだよね、そうやってたんですけど、いや私的にはなんかテーマが勉強だったんで、あ勉強そうだから本を読んでるつもりでこうやってたんです。本を読んでる、なんかさもうなんかキャップの卒業用って花を送ってんのかなと思ってじゃあ咲いてないんですね。そう咲いてないってこと、あれ見たとかでも、もう笑いが止まらなくて涙止まっちゃってあるな、マイクマン変わらなかった、面白かった、面白、めちゃくちゃ面白かった。さあ今回は残留と離脱がテーマですけど、いや昨日離脱が勝ったので、うんね、ちょっと、うん、ここらで一発、ここじゃあこれはね、私本当嫌なのが、やっぱ推しメン投票みたいになっちゃうのがダメなの、それはダメ、それはダメだ、多分だから昨日結構半々になったところあると思うね、推しメン応援したいから、うんうんうん、気持ちはわかるよ、うんうん、気持ちはわかるけど、まあ純粋に討論が良かった方、そうです、ね、この後ねディベートっていうの、うん、ディベート大会が行われるから、はい、朝までサシテレビがねありますね、行われるから朝までサシテレビの結果を見て、そうです、ね、だから真剣にそっち考えてよ、はい、なんかもうね、メンバーがふざけてんの基本こっちは、ふざけてないで、じゃあこっちの方が真剣味あるもん、メンバーが、いや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 、やめて、ナオポの癖強い、うんうんうん、癖強いと多すぎ、癖が強いよ、こっちのチーム、ちょっといいなぁ、マイコも、マイコも揃ってない、やばい橋がすごかった、じゃあ、そろそろ呼び込みますか、はい、今日はですね、実は、はい、紹介したいメンバーがいます、四期生のみんな、ざわざわすごいね。それではまず自己紹介でいいのかな。じゃあ自己紹介をお願いします。お願いします。はい、北海道から来たの。高校3年生17歳の雲上ひろなです。ひろなを呼ぶときはルールルルルルル。それ知らんから。それ知らんから。それがすごいな。いいよ。もう一回やろう。ひろなを呼ぶときは。ルールルルルルル、もう一回やろう、それだけ、ヒロナを呼ぶときはルールルルルルルで呼んでください。キツネと一緒に会いに行くべさ、ヒロナがみんなのメンコちゃんになるのをよろしくお願いします。イエーイ、はい、ゴボテンよりもカニカマが好きな高校3年生17歳、夢は宇宙人と友達になること。穏やかです。やばいやつだ、やばい、よろしくお願いします。やばい、やばい、やばい、はい、私が見つけたと言ったらお芋ちゃんって言ってください。いきます。皆さんお腹空いてませんか。私の名前は坂井萌香、坂井萌香、あ、こんなところに見つけたお芋ちゃん、ありがとうございます。名前に隠れたお芋と一緒に私のことも見つけてほしいちゃん。福岡県出身17歳、坂井萌香です。お芋ちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。はい、あなたの心にも梨の花のようにキラキラ輝かせたい。ハーフと間違えられるけどハーフじゃないちゃん。中学1年生12歳、清水梨央です。よろしくお願いします。私がエスプレッソよりと言ったらモカちゃんとお願いします。コーヒーよりもエスプレッソよりもモカちゃん、ありがとうございます。皆さんに愛される甘いアイドルになりたい。神奈川県から来ました、中学2年生13歳武田智香です。よろしくお願いします。はい、私があなたのおじとおえと言ったらニンメイとお願いします。はい、私にこうハートを奪われたあなたは私をあなたの児童へ任命、ありがとうございます。あんたのハートはネネがしっかり支配しとるけん覚悟しときないよ。高校1年生児童へネネです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、私が甘王といえばと言ったら甘ねーと呼んでください。ありがとうございます。博多といえば甘王、甘王といえば甘ねー、ありがとうございます。スイートイチゴにな
になりたいっちゃ、いちごが世界で一番大好き、月足アマネ16歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、秋のアはアシュラのア、やけど心は菩薩様。ただいま修行中の16歳、高校2年生の豊永亜希です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、毎度毎度毎度、大阪から来たです。私が串カツの衣はと聞くので、サックサクと言ってください。大阪名物串カツの衣はサックサク。みんなのハートもひなたんの衣で包んだんです。サクサクサックンチョ、高校1年生15歳松本ひなたです。よろしくお願いします。私がその名もって聞いたら、そのちゃんってお願いします。ありがとうございます。佐賀県からやってきました。見た目はクール、中身はガキンチョ、その名もそのちゃん。ありがとうございます。高校1年15歳の宮崎そのです。よろしくお願いします。イエーイ。さあ、というわけで全員紹介終わりましたが、はい、ちょっと自己紹介の癖強すぎない？強いよ、本当にすごいね。サックサ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 ックンチョでしょ。しげよかったね、ハーフじゃなくて。よかった、よかった。私最初今日初めて会った時、あ、やっぱりハーフいる。怖いよ。早いよ。怖いから。よかったです。怖いから、ね、今日はもう歌を早速歌ってくれるんだよね。はい。いっぱい練習してきましたか？はい。ちょっと今日のおじさんたち厳しいわよ。大丈夫？じゃあメンバーもしっかり、はい、これからライバルになる子がいるかもしれないから、しっかり見てくださいよ。よろしくね。それで応援してください、はい、メンバーはお願いします。それでは曲振りはやってくれるよね、はい、じゃあ頑張ってね。
も。4期生の初めてのパフォーマンスはいかがでしたでしょうか。メンバーのみんなはどうでしたか。最高最高最高。さあこれでもう皆さんしっかり4期生と認めてもらいましたよね。よかったね、みんなおめでとうございます。デビューありがとうございます。いや緊張感あふれるステージでした。もう横で今村先輩がすごい厳しい目で見てましたんで、もう今村さんですからね。もう今村さんって言ったらマリアかあのおじさんかどっちかみたいな世界にもなりますから、今村さんもね厳しい目でよろしくね。さあここでなんとですね、ちょっと発表事がございます。今から名前を呼ばれたメンバーは前に出てきてください。チーム T210 名全員。じゃあ4期生端っこに寄ろうかな。で T2 こっちに来ようかな。そして矢吹奈子、田中美久、山本真央、そしてメルちゃん、そしてミオちゃん、以上のメンバーと4期生で7月27日高知、7月28日鳥取の2日間コンサートを行ってもらいます。どうした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 、どうしたの？嬉しいです。嬉しいの？今村さん、いいとこ持ってくね。もうどうでしょう、パイセン型姉さん、もうリーダーにならなきゃいけないんですよ、二人が。ねえ、大人になりましたね。そうだよ。だから言ったら多分このメンバーじゃ不安だから、先輩姉さんを連れていくってことよ。そんな力ないよ。どうしよう。だからもうしっかり怒るときは怒って。怒る？そうだよ。私たちができないのに。舐められてばっかりじゃダメよ。頑張ります。しっかりね、頑張ってね。さあそして4期生は急に決まりましたけど、ねねちゃん、はい、どうですか。状況が読み込めてない。そうだよね。ごめんね、こういうとこあるからさ、AKS ってそしてエミリー、あどうですか。びっくりしてるんですけど、まあ、キャプテンということで、あの皆さんを引っ張っていけるように、これはチャンスだと思って頑張りたいなと思いたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。さあそして真央もね、真央、あ、いた、よかったね、なんか仲間と、仲間たちと仲間と、そうですね、あのクラス替えと思ったら全然違くて、でもあの仲間と初めてこうやって一緒に共同作業できるので嬉しいです。 なんで泣いてんのこっちは。嬉しくて、ライブができるのが嬉しくて。ライブ中なのに普通で夢見てたからお前嬉しい。よかったね。さあさらにですね、この2日間皆さんにお知らせです。開演前にメンバー企画の、今聞いたと思うんだけど、メンバー企画のお祭りを実施します。まあ多分だけど夏祭りみたいに会場に行ってみんなと遊んだりできるのかな。すごい。そして終演後に全員でお見送り、そして特別プレゼントの贈呈、そしてさらにご来場者全員に1年後特別イベントにご案内する。だからどんだけの人数が生き残ってるか分からんけどという誓約書を渡せると。おしめ青たがいですね。青たがい書をお渡ししますという企画になっております。などなど、いつものコンサートとは違った企画も用意しておりますので、詳しくはコンサート終了後に HKT48 オフィシャルサイトをご覧くださいとのことです。みんなおめでとうございます。ありがとうございました。頑張ります。頑張ります。4期生のみんなもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。
じゃあそれでは続いての曲の方に行きましょうか。続いての曲はこの曲です。どうぞ。
たい。しかなくてあれ
方もいらっしゃると思いますが、続いてはとあるメンバーがこの曲に挑戦しています、もう本当に総選挙後から本格的に練習を始めたので、まだまだ緊張していてできないところもあるかもしれませんが、温かい目で見守ってくれたらなと思います。そのメンバーはこの子です。本番でやったのでちょっと緊張するんですけど、皆さんありがとうございます。頑張るのでぜひ温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。それでは聴いてください。Thank you.
Thank you.
というわけで朝まで雑誌テレビ。さあというわけで、はい、この時間がやってきてまいりました。よろしくお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。ここからはですね、真剣勝負ですよ。ありがとう、はい、ちゃん、あおいちゃん、うんちゃん可愛い的な感じでね、ちゃん青いで、ここからはですね、いよいよ皆さんお待ちかねの国民投票のお時間でございます、はいはい、皆さんもう一度言います。推しメン投票ではなく、はい、ディベート大会だと思ってください。そうです、よろしくお願いします。そうですね、そういうことです、はい。まあ、昨日は離脱派が、はいはいでしたね、勝利しました、はい。今後のセットリストが皆さんの投票によって変わってしまうというセットリストになっております、うん、早速始めましょうか、はい。どちらから行きますか、はい、じゃあこちらから、はい、おい、はい、ミクさん、あ、はい、大丈夫ですかこの子で、ミク大丈夫、トップバッター、ディベート大会ですからこの子で大丈夫ですか、はい、ミクちゃん行きましょう。やっぱり残留の方が、はい、AKB48 の握手会もあるので、はい、ファンの方と会う機会も増えるし、なるほど。それに私は将来 AKB の選抜にも入りたいし、総選挙でももっと上位に行きたいという目標もあるので残留がいいと思います。よし、その通り、そうだそうだ、その通り、その通り、そうだ、なるほど、その通り。メルミオさん、はい、なんですか、テントウムチですよね。はい、そうです。ああテントウムチなくなってもいいんですか。あ、痛いところ疲れたそうですね、でもこっちで作ればよくない。そうですね、そうですね、そうですね、こっちで作ったらメンバーガクンと弱くなるけどいいのか。誰にしようかな、いる、誰か小島子クラスいる、大丈夫、まあでもイモムチのね、弱いわ弱いわ、頼りにならないから。ナオポン勝てる、勝てる、ナオポン寝れば勝てる、この癖の強さ。マイコミンを今来ちゃう、マイコミンはこのポーズがあれば勝てるいやいや、こっちにも言い分がありますから。じゃあちょっとジーナちゃん言ってあげて、はい、皆さんテレビを見ていて思いませんか。サーシーさん、サクちゃん、ハルちゃん、結局あなた方はどこのグループなんだ。おぜぜぜ、確かにね、はい。じゃあ待って、私からも言いたい。何でしょう。じゃあジーナは AKB の選抜に入ってもテレビに出ないということでよろしいでしょうか。あ、あ、いや、それはちょっとなんだろう、いや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 ね、それで、それで、ね、思い出して、で、AKB48 を見れば、うん、HKT48 を見なくてもこの3人は見れるわけです。それなら AKB を移籍、AKB に移籍すればいいじゃないと、お私は思うんですよ。やばい。でもそれすると私たちが困ってしまうので、困りますね、だから、だから HKT48 は離脱して、サッシーさん、サクちゃん、ハルちゃんは HKT48 だけでしか見れないということになれば、なるほどね、 HKT の番組の視聴率はどんどんアップすると。確かに、確かに、売り上げも伸びそうですね。なるほど、なるほど、一理ある。レア感が増える。やっぱ新キャプテン、ちょっと行っちゃってくださいよ。そうですね、離脱するということは HKT というローマ字も48というあの名前につけられないくなるじゃないですか。やだね、確かにそれはやだ。どうするどうする。あ、じゃあ次は、うん、ツッツン。嘘嘘、待って待って、コンサートで初めて声聞くよ、さすがに。はい、怖い、はい、T2 の筒井理子です。大丈夫、言いたいことがね。いけんのか、ツッツン。いけますよ、頼んだよ、頼んだよ、ツッツン。はい、私私はですね、うん、あの AKB48 グループさんのコンサートに出させていただくことがあるんですけど、ね、その時にあの握手会でファンの方に言われたんですけど、うん、あの見つけにくい人が多すぎて。本戦とかで踊るのは選抜の皆さんだもんね。そうなんですよ、確かに。確かに。でもあの単独 HKT48 のコンサートだと、うん、あのファンの皆さんの近くにも行けるし、うん、あのファンの方も見つけやすいんじゃないかなって思うので離脱がいいと思います。なるほど、1位です。メルちゃん、メルちゃん、待って待って、この対決ちょっとなんか変じゃない。メルちゃん、なんか言ってやって。ないです。何もないの。ないです。なんで、じゃあ、じゃあ、離脱を言って。なんでいいの、あの勝手に決められてて。ちょっと、それは違う、ダメ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 、隠して隠して、その子、その子隠して、隠して隠して、
隠して、一回隠して、みんなで隠して、みんなで隠して。ボリポ、ボリポちょっと代わりに言っててなんか、はい、あのね、あのですね、はい、昨日離脱派のねセットリストだったじゃないですか。すごい盛り上がってめちゃくちゃ楽しかったんですよ。すごく、うん、昨日正直結構すごかった。正直楽しかった。楽しかった。なんですけどちょっときつかったっすよね。何それ。それは。そうだって、チャッシーとアイちゃん結構待て、こっちでマジのやつで吐けようかなって思ってくれ。本当に辛かった。結構辛かった。なんか最近さ、なんかコンサート飛んだりとかしてたからさ、ね、楽してたことが多かったから、ね、久しぶりに踊ったら確かにきつかった。そうということで、だから残業した方がいいですよ。なるほどね。いやいや、コンサートはね、いやでも歌いたいですよ、まあ、こっちも踊るっていう可能性もありますからね。そうですよ。まだそっちやったことないからね。確かに、ね、まあでも AKB48 っていう看板はやっぱり私たち姉妹グループにとって大きい、そうね、ものじゃないです。大きいです。確かに、まあ、それありきの私たちっていうのもあるので、やっぱりなかなか離脱は怖いなっていうのはありますよね。ちょっとマリアパイちゃんが、はい、今村さん、今村さんがしゃべって、今村さんちょっとトップス長すぎない？思った。今村さんトップスってバランスが、バランス悪くない？今村さん、はい、マリアは AKB ショーとか AKB ビンゴに出るのが夢なので、離脱しちゃったら出れなくなっちゃいます。あ、じゃあマリアだけ。なんだ、お出かけで満足いかないのか。違います。お出かけじゃ嫌なのか。いや違う、そうじゃなくて、うん、普通に出たいので。分かった、はなちゃんのことばっかひいきするからだ、お父さんが。負けず嫌いだからね。負けず嫌いだからね。さっきの結構4期生見てる時の目パンチ効いてたよ。結構ガチ。結構パンチ。本当にパンチ効いてたよ。結構。結構ガチ。ガチでちょっと真剣な眼差しでね、見てたのよね。可愛かったよ。まあ、じゃあ、そう。うん、でもこっちにもまだありますからね。離脱派の今もありますから。ゆうたん。はい。ゆうたん。ゆうたん。AKB さんから離脱したら、うん、私たちが AKB さんのシングルのに声入らないじゃないですか、うんうん、だからファンの方は HKT のシングルしか買わなくなると思うんですよ、きっと。あ、離脱したらってことだよね。こちらの方もやめてやめてやめて、あの、やめて上がるかなって思って。自分の給料の話してる。自分の給料、売り上げの方もちょっと上がるかなって思って、離脱した方がいいなって思う。なるほどね。じゃあ、富吉、はい、ガツンと言っちゃってくださいよ。ガツンと言いたいんですけど、あの、はい、ちょっと正直な話をしますと、あの、まあ、みるんちゃんが言ったように、ちょっとこれは大人な事情で分けられてるじゃないですか。、まあ、チームが、まあ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 、そうよ。私、初選抜の大人列車歌いたいので。おー、だって今までさ、選抜なのにさ、ちょっと変なところで踊ったりしてたから、久しぶりに自分のポジションでね、昨日歌えてすごいファンの皆さん喜んでくださったので、ね、しかも福岡だしね。はい、そうだね。だったら、だったらウィンクは3回センターだし歌い。おいで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 、だったらいっぱいセンターいるわ。 HKT 上のセンターなのでちょっとリーダー。なんか、チェーンオブラブのセンターが、なんなんだよこれ。そうだよ、そうだよ、そうでしょ。いや、そりゃそうだよ。なんかそっちセンター多くない？多いね、確かに。気が強かった。みさきちゃんもブルーベリーパイセンターだよ。ブルーベリーパイなんで？歌ったやん、もう。ブルーベリーパイもう歌ったよ。あ、でもチェーンオブラブだし。チェーンオブラブだ。チェーンオブラブ、チェーンオブラブ、先発。ミロちゃん、こっち。やがたれやん。そうだよ、だってあの子はそもそも理由がないのにこっちに来たんだもん。そうだ、そうだ。じゃあ、こんなバラバラじゃ。じゃあ、ごめん、もうここでちょっとついちゃってるので。そう、どうしよう。まあ、とりあえず、こっちかこっちか、離脱か、じゃあ流か、まあ、とりあえずなんだろうな、まあ、ゆうたんの給料を上げたい方はこちらということで。じゃあこっちが赤、こっちが青、青上げてもらいましょう。センターです、お願いします。そうね、福岡でね、せっかくだからやりたいね、うん、それではお願いします。赤赤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 
階席、3階席、赤が赤が多い、赤が多い、赤が多い、赤キャップ何なの、キャップ何、赤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 、昨日まで赤だったっけ、あ、青だ、青いよね、裏切りやん、裏切られた、おい、そうやけど、そうだろ、じゃあ今日も赤になりましたね、赤ですね、よっしゃまあ確かに、まあ、この言い分が強かったもん、強いですね、そうです、理由なくこっちにいられたミルンちゃんたまったもんじゃないからいきましょうかね、じゃあ今日はミルンちゃんの曲振りしていいよ、ミルちゃんみんなにあげたい、みんなにあげたい、急すぎる、まだ金も立ってないから、立てればいいですか、立ってください、じゃあ初めての曲振り、皆さん盛り上がっていきますか、イエーイ、みんなにあげたいメロンジュース、皆さん声出していきましょう、アイ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 、バラバラ全然聞こえません、走る電車連結路あたりで前の車両ずっとチラリしてた、次から捕まるあなたの右腕、昨日より日に焼けて太陽近づいた、だからメロンジュースちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、気持ちちゃんと整理できる
さあ、というわけで楽しい時間はあっという間で、次の曲が最後の曲になります。ちゃん葵、どうしよう、嫌だって。嫌だ。ちゃん葵、嫌だ。嫌だでしょ。もうチャン葵隊長が言うのはそうですね。ダメです。ダメですか。ダメです。でその分皆さんには最後の曲盛り上がっていただくしかないですね。そうですね、うん、そのあり余ってるならもう最後に爆発させてください。その通り。それでは最後の最後まで盛り上がれる。ごめん、ひどいしょ。どこまで行ったの。頑張って。珍しくない。珍しくない。頑張って。やばい。でもね、B になったらどうしようと思ったの。パターン B になったら、あの、ね、2つセットリストがあるからもう頭がもうパンクしそうよ。マジでよかったよかった。それでは最後の最後、盛り上がれますか。盛り上がれますか。声出していくぜ。
間に合わないのがいいめっちゃ走って間に合う人数感がちょっと合ってないですか合ってんのかこれ本当にこなれないどっちが間違えた本当は本当はどっち本当は間違えた子いない いるよねあららあららあららあっち行こうかあっち行こうか踊りが違くなっちゃうからねいちゃいいよいいよ間違えちゃったね誰ちゃん誰ちゃんもかともかでもかちゃん間違えちゃったやろやろやろあとでむっちゃ怒られるぞちょっと売れる気がするねさあというわけで皆さん最後の最後盛り上がれますか盛り上がれますかそれではラスト盛り上がっていきましょう
ちょっと後で話聞くわ。まずは葵ちゃん。はい、やったー。よかったね。やったー。よかったね。はい、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげだね。皆さん本当にありがとうございました。頑張ります。さあ続いてゆりあ姉さん。はい、本当にありがとうございます。本当にすごく嬉しいです。なんかこういう時に涙とかあんまり流れてこないけど本当にすごく嬉しいです。ありがとうございます。おめでとう。頑張ろうね。頑張ります。さあそしてゆうたん。頑張れ。ちょっとギャラ上がる。ギャラが上がるかも。どうですか、改めて初めて選抜に選ばれた感想はどうですか。本当に私総選挙にも入っていないし、でも本当にとっても嬉しいです。これも皆さんのおかげです。ありがとうございます。さあそして最後、あれ他に選抜久々とか選抜とかそういう子いないよね。ちょっとじゃあ怒っちゃうの。大丈夫だ。そんなもうね、私たちセンターじゃないとかそういうので怒んないから、うん、ハナですか。そうです、ハナちゃんです。ハナですか。だからセンターが変わってるように見えて、実はメルとハルピしか、あとサクラもねダブルセンターだけど、まだやってないセンターを単独ということでいいのかしら。単独だともうメルとハルピ以来のセンターですが、どうでしょう。どうしようか。頑張ります。はい、よろしくお願いします。さあそれではまだね詳細は明らかになっていないんですが、皆さん詳細楽しみにしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは歌いましょうかね。ほんと最後でいいんだよね。もうないよね。最後ね、いくよ。本当にそれでは最後の最後、福岡最後ですよ。盛り上がれます。許して、最後よ。もう盛り上がっていけますか。キャップ盛り上がれます。ちょっと気抜いてんじゃないよ。キャップ盛り上がっていけますか。
本日は本当にありがとうございました。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 それでは4期生のみんな真ん中にお願いします。ありがとう。皆さん4期生の応援をよろしくお願いします。